生のワクワクマジカル教室始まるよ。シリアスなテレビアニメ第1話が終わったところだっていうのに、こっちの先生は随分ハイテンションですね。シリアスばっかりだとバランス悪くなっちゃうじゃない。このミニアニメでは先生ひたすらボケ倒すので。何の躊躇もなく言い切りますね。あっちはあっち、こっちはこっち、真面目なのは本編でやって、こっちはネタ&解説です。まあその方がいいんですかね。箸休め的な。そうそう、ドラマの楽屋トークみたいなものだと思えばね。そういうものですか。それにしても第1話から怒涛の展開でしたね。さらわれた少女、仮面の男の襲撃、突然不思議な記憶とともに魔力を覚醒させる少年、私たちもバッチリ出会えたし、続きがとっても気になるわよね。はい、まだまだ俺自身わからないことだらけですが、そのあたりの詳しい話はまた次週をお楽しみに。次週も新たな登場人物たちがたくさん出てくるけど、リオにとって敵なのか味方なのか、気になるわ。あ、私はいつでもリオの味方だからね。